はい、どうも、神仏応援団流です。今日はですね、2024年8月の神社ツアーのお知らせです。はい、ということで、今日はですね、2024年8月の神社ツアーのお知らせということで、まずですね、行き先がですね、宮城県の金華山小金山神社というところになります。で、日時なんですけど、2024年の8月19日の月曜日の午前8時30分に、女川町の離島航路ターミナル港集合ということで、女川港のですね、港に集合になります。で、この日ですね、船を借りまして、で、金華山という島にですね、渡って、で、今回の神社ツアーはなんとですね、一泊します。で、ここの金華山の小金山神社というところに、宿坊っていうですね、泊まれる施設があるんですね。で、ここに泊まってですね、しっかりこの金華山のエネルギーを感じてこようというツアーになっております。はい。で、神社ツアーの参加費は無料なんですけども、ただですね、今回その女川港から金華山までの、船ですね、船の往復が8000円、そして、金華山に一泊泊まるということで、これが一泊ですね、1万2000円に今なってます。なので、移動とですね、宿泊で2万円、お一人かかるよというような内容になってます。で、ただですね、女川港から金華山まで行く船なんですけども、その乗船定員が決まってますので、多分ですね、行ける方っていうのが、数名になります。もうすでに行くメンバーが決まっていてですね、残り数名行けるかなという形ですので、行きたいよという方はですね、申し込みフォームに申し込みしていただければなと思います。で、この金華山の小金山神社なんですけども、実はですね、ここの小金山神社さんは日本五大弁財天のうちの一つと言われている場所なんですね。で、日本五大弁財天って言いますと、江ノ島の弁財天、そして竹生島の弁財天、そして天川弁財天、さらに広島の厳島弁財天ですね、厳島神社、で、そしてこの宮城県の金華山小金山神社のこの5箇所で、五大弁財天と言われています。で、ここですね、この小金山神社に関しては、3年連続でお参りすると一生お金に困らないと言われている神社さんになりますので、もしですね、このタイミングであなたがですね、この金華山入ればこの1年目になりますので、また翌年、さらにその次の年もね、行けば、この3年連続ってことも叶うかなと思いますので、こういうきっかけにですね、ぜひしていただいてもいいのかなというふうに思っております。はい。で、あとはですね、私は、今年の6月にですね、エジプトに行っているんですけども、ここのエジプトのですね、エネルギーを持ってですね、この金華山の方にも入るという、そういうですね、意味合いも秘めてますので、またですね、ここ一泊泊まりになりますので、夜にですね、そんなお話もできるのかなというふうに思っております。で、この金華山のですね、宿坊ですね、泊まるところは特に、歯ブラシとか、そういう洗面具だったりとか、そういうタオルとかが置いてありませんので、ここは各自持参になりますので、ここはお忘れにならないように注意してください。で、あとは金華山ですね、山があるんですけども、こう1時間ぐらいで登れる山があるんですけど、山の上のてっぺんにですね、一木島姫とが祀られてますので、ここまで上がってね、お参りしていこうと思ってますので、動きやすい、服装、足もスニーカーとかね、そういう方がよろしいかと思います。はい。で、ここはですね、今回はもう金華山に船で渡っちゃいますので、この船の定員になり次第締め切りということで、今回ですね、ちょっと早めの告知ということにしてあります。で、定員になり次第も締め切りなんで、行きたいよと、なかなかね、一人で行って泊まってくるっていうのはエネルギーいることですので、こういうですね、タイミング、機会にですね、乗っかってですね、
行くっていうのが、まあ、非常に楽しいかなと思いますので、ぜひですね、ぜひ行ってみたいと、五大弁財天のうちの一つなら弁財天さん大好きという方はですね、ぜひ、この機会に参加されてみてはいかがでしょう。でまとめますと、2024年8月19日の月曜日朝8時半に、女川港の離島航路ターミナルに集合と。でそこ、女川港は車止めとける駐車場がありますので、まあ、車でねそこまで来れば、大丈夫かなというふうに思います。はい、あとまあ電車もあるのかな、電車もあったけどなんか時間がちょっと難しかったような気がしますが、ちょっと覚えてないんで、もし電車で来られるっていう方はですね、そこの辺も調べてみられてはいかがでしょう。まあ、とにかく、女川港の離島航路ターミナルに8時半までに着いてればいいですよという形ですね。まあ、船自体は、9時出航なんですよ。なんでその時間ですね、まあ、余裕見て30分、余裕見て8時半というふうに言っております。はい、で、船賃が往復で8000円で、翌日はですね、だいたい午前10時ぐらいにその女川港に戻ってくるような感じになると思います。でただですね、この、まあ、船で渡るっていう関係上、まあ、海が荒れてたりとか、行けなくなる場合はもう船自体が出ませんので、行けなくなるんですけども、まあ、その辺はですね、まあ、もう神計らいということで、神にお任せということで、天候はもうその日にお任せと。でもしですね、もうあれ、まあ、晴れてても風がめちゃめちゃ強いと船が出れないということもあるんですけども、そういった場合は、まあ、金華山には行けないんですけども、まあ、船にも乗れないんですけども、またその周辺の神社に行き先を決めてですね、まあ、せっかく鵜来来ているので、周辺の神社で、神社ツアーをしようかなと思ってます。まあ、行けると思いますけど、まあ、どうしてもね、行くことができないというふうになった場合は、まあ、そのような形でやろうかなと思ってます。はい。で、泊まる費用が1万2000円ですね、一人。はい。これ、朝の祈祷料も入ってますので、これはですね、なかなかいい一泊になるかなと思います。で、個人的には、金華山のこの宿坊のですね、お風呂なんですけども、お風呂からですね、海が見えるんですよ。で、大体まあ、夕方にお風呂入るんですけども、まあ、天気が良ければですね、この、なんていうんですかね、この夕日が沈んでくるような時間帯に海を見ながらですね、お風呂にゆっくり入れるっていう、この辺もですね、個人的にはすごく気に入ってる場所になります。はい。で、まあ、あとはですね、夜は、まあ、お食事ですね、まあ、ナオライという形で、食事しながらね、そのメンバーとまた楽しく話せればなと思います。で部屋も、まあ、人数男女別で、まあ、相部屋というか、そんな感じになるかと思います。はい。まあ、そんなわけで、五大弁財天の金華山、小金山神社、まあ、非常にですね、まあ、商売繁盛というかね、これからのあなたの運気を上げていくという意味でもですね、いい場所になるかと思いますので、行ってみたいよという方はですね、ぜひこのタイミングに合わせて、行ってみましょうということで、詳細はですね、概要欄に、ホームページ、申し込みフォーム等載せておきますので、またそちら確認していただいて、ご参加いただければなというふうに思います。まあ、申し込みはですね、まあ、早めにですね、船いっぱいになったらもうそれで締め切っちゃいますので、今まではですね、何人でも OK だったんですけども、今回ばっかりは、まあ、船ということなんで、まあ、船もね、まあ、別の、違う港から船をチャーターして、行くっていうことも可能なんですけども、まあ、それだとね、また時間とかもずれちゃうので、会うのも難しいかなと思います。まあ、そんなわけで、まあ、これ無理やり来ようと思ったら来れるんですけども、ひとまずですね、私たちと一緒に動こうと思ったらそんな感じになりますので、ぜひですね、参加いただければなと思います。はい、ということで神仏応援団リュウでした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。